令和4年2月3日真言宗勝定山報国寺の星祭りが始まります。不動堂の正面には北極星や北斗七星を中心に太陽や月の通り道の星座を配置した星組曼荼羅がかけられます。星祭りとはお大師様伝来の密教の秘法、星が新しく入れ替わる立春から翌年の節分までの1年間の厄を払いのける神秘なるご祈祷です。参加した人の厄を払い健康で過ごせるよう一人一人に家事が行われました。
主在に近来両無海江の尊上十五とには本尊少者民年の彫刻の一生本命同年諸将優宿と総じては仏元諸将一切三宝公者神樹の御法伝道に申して申さあ午後7時、参加した皆様の災いを除き諸願成就を祈願した報国寺の星祭りが終わりました。